じゃあ、豊田章男って言うと、これでのび太のお父さんね。でしょ？もちろん、世界無冠たる。いろんな出来事の冠いいな、冠記事になる。冠カップもある。豊田カップ。あ、世界無冠たる。超王者企業。覇者や。あ、また覇者に復活。トップ自動車。でもな、トヨタっていう冠は、それは、豊田章男本人じゃない。あの人が被ってるだけやねん。でもな、豊田章男って言っても、トヨタっていう冠の一部やで、もちろんその、ねじくりの一つやね。でしょ？さあ、トヨタっていう図体よ。そうやね、トヨタっていう図体よ。さあさあ、すげえなんかモンスターやね。あ、間違えた。トヨタっていうモンスター、モンスターズータを支え続けなあかん。魔術師やねん。そう考えたら、うわ、かわいそう。そして、トヨタ従業員に対して常に、アーサーのように振る舞わなく。地域で活躍されてる場合と。看板にこれからも、尽くせよ。俺も、おっさんらに尽くすからな。でしか言われん。お前らちょっと能力高めるために、俺も浮気してこい。その代わり、うちに物を飲むやめる、それだけはおらんぞ。誰と浮気しよう。歌には売れよ、なんか。これ言われん。なんで、初代ちゃうからっていうか、もう、な戦国大名ちゃうからっていうか、な所詮のび太のパパやからっていうか、なそれ言うたらすごいな、すごいね。斎藤道三からびっくりするよ。な信長でも言わんて言わなせ。今のは斎藤道三が言われへんねん。な豊臣秀吉が斎藤道三のセリフ真似して、パロってるだけやで。二番煎じこそ儲かりの世界かも知らんけど。じゃあもう浮気してほしくないみたいな豊臣。同じような浮気されたくないの。パナソニックと、あ、例えば、テスラ社に捨てられた。もう浮気、浮気する男は言う！のパナソニックもう誰も浮気しても乗らない。の、トヨタと、同棲始めた。これ、男同士やからだよ。トヨタもパナソニック。でもな、同じような場所に、トヨタと同じような場所に、徳川さんとおったけど、そんな世界人物やったか？浮気バンバンさせてるやん。な？だからトヨタは、つもりくんを2番煎じで失敗やもん。バーンとこけんねん。トヨタ。で、パナソニックの松下くんの作られ誰の2番煎じ？誰のつもりくんかわかる？聖徳太子のつもりくんやねん。松下幸之助って。な？じゃあ、豊臣秀吉のつもりくんは誰かって言ったら、橋本徹。で、カジノ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 、チームカジノ。ね？つもりくんから話ができる。もちろん、松一郎も、豊臣秀吉と、だいたい、橋本徹と、一緒に豊臣秀吉が共有してるみたい。橋本徹と松一郎が合体して、で、一人の豊臣秀吉になるかってなれへんやろ？ね？じゃあ、あれは誰だ？吉村弘子。誰のつもりくんかって考えたことある。吉村弘子。誰のつもりくんでもないねん。いける。当たりだ。あ、置いとく。それ安倍さんが知ってる。さて、それはいいとして。な？で、トヨタも松下もどっちも男の子やからな。で、戦艦ヤマトと戦艦武蔵みたいなもんや、仮にね。死ぬときは一緒よって、男同士が手つないで、白い甲板に塗って。あんな白い甲板なんかあらか塗ってへんねん。
まあ、剣道では疲れてるけど、まあ、勉強、剣道収めてる。待ってね。で、一緒に沈んだ地区、まあ、似たような沈んだ。特攻。特攻するのは男の子だったかな。まあ、いや、乗ってたよ。で、乗ってた少年、ヤマト。で、言いながら、まあ、武蔵も、まあ、ヤマトって言いながら、先人系の男の子多いんだって、海軍やねんから。な、ヤマト系海軍もやってやもん。もともと言うの。な。で、向こう、戦闘機からババババババって来るやん、もう。浸透光が。パパパパって来たそれ。照明、ギャーな。それを励ましたん、実は。いやん、これ。頑張った、あんたのバカ、沈むからって。あんないつも降り注いでた。あんたら慰めていつもあんな降り注いでた。そう、山田武蔵の少年たちはせっせと抱いて。いや、イアンもせっせと抱いた。な、そして、あんない、いつもあんたらがうちらに巻き散らしするやつやんかって。あんなもの怖くないって。怖いほんまに戦争めぐみやった。自分や女子で身体のことを怪我してるのは韓国人や。韓国男や。そんなね。さあ、それはいいとして。じゃあ、3番目の巨大戦艦は、終戦直前に空母に変えられた。戦闘機ないんや。空母に変えられた。空母しない。戦艦では沈められる。まあ、なすすればなく沈む。護衛の戦闘機を折ったらいいけど、まあ仮に折っても、その戦闘機、燃料どうするの？また釜屋に戻るの？ん？何のための行軍か分からへんの？しかも、あんな巨大戦艦、小回り機械から、空母の護衛もできへんの。空母って護衛されてなんぼやろ？戦艦に護衛されて、巡洋艦に護衛されて、駆逐艦に護衛されてなんぼやろ？危ないから、母やから、女やから、空母。さあ、ところが、戦時中は沈まなかった空母死なんだ。亡霊がいる。あ、それが、そうか。な？宗教男子たちは大本営。空母死なのから飛び立ってるのは、おばちゃんばっかり。空母死なのから、おばちゃんに飛び立ってる。そうか。もし、池田大作は、本当に人物。おばあちゃんを卒業させて、おばあちゃんだったらな。で、まあ、その他の視力は、体力あったら、おばあちゃん一人に一個ぐらい山の備えあげれるやん。そこで魔女として好きに暮らせ。これで幸せやろ。もう、都会に似たようなおばあちゃんようさんあったんですけど、あんなタイプのおばあちゃんだから集まってもしゃあないねん。なんかの工作にする以外は。な？それよりね。おばあちゃんになったらもう、山のな、そばや、やれや。な、山んばって、あかん制度ちゃうねん。もう、息子が成長したら、長男、次男、な、おってもあれやけど、次男さんのあの、江戸なり、王さんなりって、例えばな、名古屋に行ったら、ほんで、長男の子で、嫁もいて、嫁もらうも大変や、嫁取らすのも。やっとお手洗いで。嫁どもに、あいつ顔合わせたくないし。な、今でもそうやろ？で、やばんばっても、理にかなった生徒。だって、山菜だらけ。な。でも、息子はもう様子見に行かんの？他のとこ行くやろ？どこどこのばあちゃんと見に行こうか。まあ、交代でね。な、まあ、まあ、せやな、狩りのついでに寄るか、まあ、釣りのついでに寄るかみたいな。な。まあ、山の、あれやんか。山小屋やんか。いわば、今で言う、登山で言うやかな。そこの山小屋の女あるじゃん。な、それやってんで、そんなんやってんで。秋田ペンションの、山菜に囲まれた、今言ったハーブ、ハーブに囲まれたペンションの、おばあちゃんやってんで。それは山んばって言っててんけど、上須賀山って言ってんけど、そう言っててん。すごいじゃん。バレたらあかんから、山。自分のことおばあちゃんの居場所バレたらあかんから。ああ、うちのばあは捨てた。もうこれにとくや、言うとくのとは分からへん。うわ。やべえ、こいつら。ひゅーって。おっしゃしない。託したんや、山に。そこで魔女やってくれた。
な、そんな知ってれば生きたっちゅう名字貼ってるんやったら。そうかな、おばあちゃんだったら認定させてな、山んばやらしてるよ、山の備えやって、そこで山菜とか、ハーブ、言われたハーブ、ハーブペンション、全員な、おばあちゃん全員、やらしたりや。で、その子の奴らがその時々泊まりに行ったら、ちゃんと回るやろ、経済も。なんで、それを全員買ってやるな、せこい集団。それでも宗教か、びっくりする。